さあ今日もやっていきましょう。今日なんですけども、今日の動画はですね、もう本当に日常の動画というか、最近のミミコと夜いつもこういう風に過ごしているよっていうのをもうちょっとだけ動画でお届けしようかなと思うんですけども、夜ね、僕基本的に毎日ミミコとの時間を取ってるんですよ。まあ、大体12時過ぎぐらいになっちゃうんですけど、いつもこうして、まあ、ミルクあげたりとか、なんかこの間それこそザクロあげたりとかしましたけど、普通にプライベートで映像はないです。今日はこのミルクをあげている映像と、あと乳酸菌をあげている映像がこれから流れるんですけど、まあ、そんな感じで、ミミコの好きなものをあげながら、まあ、時にはその果物とかね、野菜とかもそうなんですけど、この間人参とかもあげたりしたしね、まあ、基本的にそういったものを、まあ、直接僕の手からあげて食べてもらって、食べてるのを確認しながら、まあ体の具合とか様子とかを見たりとか、スキンシップ取ったりとかするんですけど、そう、最近はね、この脱毛の具合をチェックしながらっていう感じですね。で、まあこの日も大好きな乳酸菌をあげて、これちなみに全然別日なんですけど、連続してこれをなんか企画のために撮ったとかっていうことじゃなくて、ただ普通になんとなく回してたっていう映像を今日はもう自然な感じで使ってるんですけど、自然な感じとか言いながら今早送り入ってなかったまあそんな感じで、今日本当に緩いテンションで喋ってるんですけども、夜ねこうやって最近だとミミコにこうやって手繋ぎながら、もう脱毛直そうなみたいなことを言ってるんですよ。めちゃめちゃ恥ずかしいけどね、もう音は絶対出せないけどね、もう恥ずかしいので、まあ良くなるからねって言って、手をこうやって握ってあげて握手してるんですよ。絶対直そうなみたいな、約束だよみたいな感じのことを言って、もうちょっと緩い恥ずかしい感じで言ってるんですけど、まあそれでさ、通じるかって言ったら通じないんですけど、言葉とかだけど、なんかそのボディーランゲージというか、そのコミュニケーション、体でなんていうの、触れ合ってこう話しかけることによって、なんかそのミミコにとってのストレスを緩和させてあげられるんじゃないかとか、逆にストレスになってるかもしれないけどねそれはわかんないんですけど、まあなんかそういう効果があるんじゃないかなってちょっと思ったりとかもしながらね、接してるんですけどね。はい、ということでバナナチップ捨てられてしまいましたねなんでだよ、どうしてだよはい、ということで今日の動画は終わりです。夜の成長日記でお会いしましょう。またね、バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。